ミャンマー国鉄、ミャンマー国有鉄道、ミャンマー国有鉄道、英語は1877年に設立されたミャンマーの鉄道事業者である。ミャンマー国有鉄道はミャンマー全国に鉄道路線を有しており、総延長は2015年現在3795.33マイル、路線全体の駅数は960駅である。 鉄道路線は11の管理区域、ディビジョンに分けられる。大規模な車両工場は、ユアタウン、ユアドングローコミューティブスワークショップ、インセイン、インセインローコミューティブスワークショップ、そして、ミンゲ、マイイングカリッチスワゲンスワークショップの3つである。1877年3月1日ラワジ州、鉄道、IR、ラワディステートレールウェイにより、ヤンゴン P、 プローム間161マイルが開業。1896年にラワジ州鉄道は、ビルマ鉄道、ビルマレイルウェイズ CO、LTD に転換。1928年12月28日、ビルマ鉄道が、インディアンレイルウェイボードの参加となる。1937年ビルマ鉄道が国有化される、ビルマレイルウェイボード。年ビルマは、 独立し、ビルマ・レイルウェイ・ボードは、ユニオン・オブ・ビルマ・レイルウェイ・ボード、ブルとなる。1972年ブルは、ビルマ・レイルウェイズ・コーポレーション、BRC となる。1989年4月1日ビルマの政変に、伴い、BRC は、ミャンマ・レイルウェイズ、MR となる。ミャンマー国鉄の鉄道路線は11の区域、ディビジョンに分けられる。区域、路線、 駅名については、お参照のこと。2015年現在の、各路線の開通日は、以下の通りである。1877年5月1日ヤンゴン、パイライン開通。1885年8月1日ヤンゴン、タウンゴーライン開通。1889年3月1日タウンゴー、マンダレーライン延伸。1898年1月1日、マンダレー。 ミアッチナライン開通。1900年4月15日ユーアトング、アロンライン開通。1902年12月15日マイホング、ラシオライン開通。1903年3月1日ヒンサダ、パセンライン開通。1903年3月20日ヒンサダレッティバドン、ライン開通。1907年10月12日バゴ、モッタマライン開通。 1908年12月14日、ヒンサダ、キャンディンライン開通。1921年5月2日接し、シュウエンヨングライン開通。1922年7月1日アロン、ブーレリーンライン開通。1925年4月16日モレミューイン、ユーライン開通。1927年2月5日マンダレー、マダヤライン開通。 1929年8月15日ナイアングルビン、マダウシュライン開通。1930年1月13日、マンダレー、ニューミアヌライン開通。1930年7月17日パインモナ、キューシュッポダウングライン開通。1959年5月1日ヤンゴンサーキュラー、レイルワイ開通。1969年3月1日。 九ッポダウング、カイニーライン開通。1988年3月27日サトン、マイナゴリーライン開通。1989年3月27日ダベーン、ハルラウィンライン開通。1990年1月4日、マンダレー・ウエスタン・サーキュラーライン開通。1991年1月4日、明1990インスタン・サーキュラーライン開通。 1991年2月15日、ただ言う、マイサライン開通。1991年3月27日、主演ヨング、ヤトソックライン開通。1992年7月2日マンダレー、サーキュラーライン開通。1992年2月21日マイサ、ウェトルーライン開通。1992年5月9日ウェトルー、ナトグヨライン開通。 1992年12月8日、ナトグヨ、ミューンヤヌライン開通。1993年1月7日、オーンバン、ピンロングライン開通。1993年3月27日、ピンロング、ルホワイコライン開通。1993年7月31日、トギウンゲイル、オクファースーライン開通。1993年10月30日、チャウング、ユー。 トークヨングユーライン開通。1993年12月12日パックハーク、ミニーウィライン開通。1994年11月13日パックハークマイアイング、ミオソエライン開通。1995年3月18日ミオソエ、ゼビャライン開通。1995年4月23日コリー、ナショウングライン開通。 1995年5月1日南山、モエネライン開通。1995年5月30日ダウェイ、イエビューライン開通。1996年1月5日マイホング、マイイング伏線化。1996年2月5日ナショウング、ギャンゴライン開通。1996年3月26日、ミアッチナ、ナンプニエアポート開通。 1996年6月4日バニン、ファーマンライン開通。1996年7月16日パインモナ、旧運券伏線化。1996年7月27日トーンジー、ファーマンライン開通。1996年9月18日バガン、サハライン開通。1996年9月24日ユー、キャラグヨライン開通。 1997年2月11日バガン、旧出ポダウングライン開通。1997年4月9日ジービューハー、チョライン開通。1997年5月22日オーンラン、サスウェアライン開通。1997年7月17日ギャンゴ、ヤヨマイアットニーライン開通。1997年9月14日パイ、オーンランライン開通。 1997年12月24日、トーンジー、シュウェイヨングライン開通。1998年3月26日、イエビュー、パオクピンクイン、キャラグヨライン開通。1998年8月15日、ダニン、ローカー伏線化。1999年4月9日、バイオブビー、ヤノオングライン開通。1999年4月17日、マグイ。 トーントウィニオライン開通。1999年8月31日、ただユー、マンダレーエアポートエクステンションライン開通。1999年9月18日、シンファイシン、ブリッジ、アプローチライン開通。2000年4月9日、ブターリニーユーユーキン、ユーライン開通。2001年4月30日、バニン、ハサイホングライン開通。 2002年7月31日ナムション、マングセットライン開通。2003年3月27日ハサイホング、パインサイアライン開通。2003年11月15日オカフォスー、セラワーライン開通。2003年11月25日アプローチユーブリッジ、開通。2004年3月20日マングシック、コングスイングライン開通。 2004年3月21日パインサイヤ8ライン開通2004年11月27日8パンチョウングライン開通2006年1月1日パンチョウングコングスイングライン開通2006年3月4日トーゴヤンゲイルダゴンユニバーシティライン開通2006年4月17日サンリュウィンブリッジプローチ開通 2006年6月1日、オクファース、ヤンゴニーストユニバーシティライン開通。2006年6月25日、マイ,イングクヨークス、伏線化。2006年7月16日、サジー、クンガニョライン開通。2007年1月27日、チョ、ヤヨマイアットニーライン開通。2007年4月21日、ダイクユー、シトングライン開通。 2007年3月17日廊下、ユニバーシティ・オブ・コンピューターライン開通。2007年9月2日カイリー、ショックライン開通。2007年11月24日キュウン,ウンクヨックス複線化。2008年3月2日キャンギン、シトピンライン開通。2008年11月30日パイウブビー、ファイアンガスーライン開通。 2009年3月22日シトピン、カンマライン開通。2009年5月19日シトウェイ、ヤヨチェンプアンライン開通。2009年10月17日カンマ、タイットライン開通。2009年11月20日パックハーク、キューンショウングライン開通。2009年12月19日マクウェイ、カンピャライン開通。2010年1月2日オーオンサ ボーディタートングライン開通。2010年1月16日ヤノーング、ユーワトライン開通。2010年2月20日コット、モータグヨライン開通。2010年3月14日タイト、ミンナラ,ライン開通。2010年5月15日キューントングパナーキュン、ヨエタヨケライン開通。2010年6月12日ヨショウング、シークプーライン開通。 2010年7月21日、ヒンサダ、ザルムライン開通。2010年8月22日、パイ、ポーカホングライン開通。2010年9月18日、ミンラ、ミンブライン開通。2010年10月9日、シークプー、シンプーキュンライン開通。2010年12月19日、クヤントン、ワンクオングライン開通。2011年1月22日、ミンブ。 プインプーライン開通。2011年2月26日キューンショウング、同面サライン開通。2011年3月20日パセン、エーンメーライン開通。2011年4月10日ヨエタヨケ、キュークトライン開通。2011年6月4日ダウェイ、セネーショウングライン開通。2011年12月31日エイアー割ブリッジアプローチ開通。 2013年3月13日ユアワとナットマウシ開通。2013年5月11日エアーディブリッジプローチ開通。2014年2月7日モータグヨチャウンウィ、クヤッキーイ開業。2014年5月24日ヤンゴン、ニーウングハトングエスカグ開業。鉄道路線の期間は1000ミリメートルである。これは、イギリス。 大英帝国植民地時代の1877年に最初の路線であるヤンゴン、プローム、ピーカンが期間 1000mm メーターゲージ、狂気によって建されたためである。この期間を採用したのはインドの鉄道において 1000mm 期間の鉄道を後期の 1676mm 期間に変更する工事が行われ、その際に車両、線路などの余剰品が発生し、 それを流用したからとの説がある。補線状態は、先進諸国のものと比べて悪く、その乗り心地は、ジャンピングトレインと評されることもある。しかし、近年は、幹線のヤンゴン・マンダレー線を中心に、日本政府による技術支援が行われており、補線状態が改善しつつある区間もある。2014年10月現在、 全国で439本の列車が運行されている。そのうち安ン近郊の列車は215本、貨物列車は28本である。これらの列車はディーゼル機関車の牽引、レールバス、または機動車によって運行される。地方の路線では各駅停車と停車駅の少ない急行列車が毎日各一往復運行されていることが多いようである。 ヤンゴン・マンダレー間やマンダレー・ミッチーナー館などの主要活長距離の幹線は各駅停車の区間列車も運行されている。主要幹線以外の地方路線は日本のいわゆるローカル線と比較しても本数は非常に少なく1日1から3往復かつ始発駅を早朝に出発する路線が多い。旅客列車は客車列車。 カ車との混合列車を含むと機動車で運行されている。東急はアッパークラス1等とファーストクラス2等、オーディナリークラス3等の3種類でアッパークラス車には寝台車も存在する。幹線の長距離列車には寝台車の他に食堂車が連結されることもある。ヤンゴン市内近郊では空調設備なしの列車、扇風機を装備する列車、 冷房装置を有する機動車列車の3種類の列車が運行されており、それぞれ運賃が異なっていた、校舎になるにつれ運賃高くなる。2016年6月以降、冷房装置の使用は停止され、運賃も一定額に改定される。ヤンゴン市内を約2時間半3時間かけて一周する環状線のほか、郊外の大学等に向かう支線へ直通する列車もある。 2015年に広島電鉄から3000系750バタが譲渡され、2016年1月から6月までヤンゴン市港湾部にて運行されていた。ミャンマー国鉄の保有する車両は、機関車、蒸気、ディーゼル、機動車、レールバス、日本の中古機動車、客車、貨車、事業用車などに分類することができる。 かつては様々な形式が存在した蒸気機関車は2015年10月現在35両が在籍している。ただしその中で稼働が可能なのはヤード967号機のみとなっている。ヤンゴン市内のインセイン機関車工場でレストア中のものも数量存在することが確認されている。1958年に5両の電気式ディーゼル機関車。 アルストム製が導入されたのを皮切りに2015年現在は電気式、液体式合わせて400両以上が在籍している。1960年代に日本の援助によって生産された日の製トラックを改造した鉄道車両が運行されていた。後にトラックの駆動期間を残して車体を申請した車両が多数製作され、 国内各地の路線で運行されている。これらレールバスは、ローブ、ローコレールバスエンジンという形式が与えられており、その総数は約80両である。2000年代前半には、より車体を大型化したダム、ディーゼルマルティプルユニットも製作された。これらのレールバスは3両程度の小型客車、ダムでは付随車を連結して運行される。変運転台の車両は、 終点の駅でターンテーブルによって方向転換して折り返している。二千三年以降、日本の鉄道で運行されてきた鉄道車両が数多く輸出されている。軌道車は名古屋鉄道、伊勢鉄道、能登鉄道、天竜浜名湖鉄道、三陸鉄道、天城鉄道、大岡鉄道、平成地下方鉄道、北海地北高原鉄道、松浦鉄道、垂水鉄道、 いすみ鉄道、茨鉄道、北海道旅客鉄道、JR 北海道、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東海旅客鉄道、JR 東海、西日本旅客鉄道、JR 西日本、四国旅、鉄道、JR 四国から購入、譲渡されている。なお、ミャンマーの車両限界は、日本の車両限界より高さが低いため、 日本製中古車両のほとんどは低屋根化改造を受けている。運賃はミャンマーの通貨であるチャット払いである。運賃表は友人駅に掲示されている。基本的に乗車する列車の到着が近くなってから発見される。長距離列車では乗車日の3日前から座席、寝台の予約を受け付けていることもある。 地方路線では貢献が多い。外国人に関してはこれまで正規運賃、料金の10倍近くにもなる外国人運賃、料金、アメリカドル建てが適用され、さらには二等車しか連結していない場合でも一等車の運賃、料金で計算されてた。しかし2014年4月から外国人運賃、料金は廃止され、外国人もミャンマー人と同様に正規のチャット払いの、 運賃で乗車することができる。長距離路線では、外国人はパスポートを提示の上、領収証のような切符が発行されることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。